皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。アクアリストタカです。自分の動画を見に来ていただき本当に感謝してます。ありがとうございます。もしよかったら見ていってください。で、今日はね、見ての通りアルワナの水槽ですね、アルワナの話をしていきます。で、こちらの水槽の大きさですね。で、大きさは横1500、奥行き600、高さ600の1500水槽になります。で、今日の動画はですね、実はですね、まあね、サムネにでも載せてあるんですが、今日はこちらの社員ね、アロワナうちの名前社員つけてるんですけど、社員にコオロギをあげていきたいと思います。でね、今日はコオロギを買ってきました、ショップさんからね。なので今日の動画は、まあ、コオロギが出てくるんで、まあ、コオロギを見たくない方は目をつぶっててもらってくださいということで、今からコオロギをお見せするんで、まあ虫苦手な方はね、ちょっとね。では今から今回あげるコオロギをまず見せますね。じゃじゃん、こちらです。はい、コオロギ、ちょっと見えにくいかな。で、上から、はい、こんなです。1匹24円ですね、24円しました。これを10匹買ってきました。どうですかね、ちょっとね、気持ち悪いかな。どうでしょうか。まあまあ、とは言ってもね、コオロギもバッタですからね。これをあげていきます。どうですかね。最近ね、この社員はね、まあ拒食症になったりね、まあだいぶ今はね良くなって、まあほとんどね、いつも通常通りに戻ってはいるんですけど、社員もね、やっぱグルメなんでね、虫大好きだとは自分は思ってるんですが、ただね、このコオロギは自分初めて見、あれですね、あげますね。なので、これ、食べてくれるかわかんないです。この社員には、乾燥コオロギはあげたことあるんですよね。まあ食べなかったんですけど。だから、乾燥コオロギは食べなかったから、もしかしたら、この、コオロギも食べないかもしれません。これはどうわかんないです。ただね、名前さんですからね、食べると思うんですけど。では早速ね、今からやっていきたいと思いまーす。虫自分も苦手なんですけど、ただね、コオロギだったらギリ、あれですね、手で触れます。とりあえず今から1匹あげてみますね。もしかしたら、これ一瞬で食べるかもしれないんで、その辺はね、皆さんこう目を凝らして、ではでは、はい、入れてきまーす。はい、今入りました。どうですかね。はい、これ。お、食べた。これ食べましたね。コオロギ。おー、やっぱり食べますね。さすが。はい。虫大好き。はい、次行きますね。はい。はい、もう軽くね、食べましたね。パクッと。タイさん、美味しいですか？美味しいですか？食べますね。やっぱりね、あの時の拒食症の時から比べればね、やっぱ食欲が戻ってますね。まあ、この虫がまたいいのかもしれないです。美味しいのかもしれないですね。自分にはちょっと苦手なんですけどね。入れまーす。はい。もう一瞬ですね。はい。はい、どうした？今回ね、ちょっと見失ってますね、多分ね、サインね。奥にあるんですけど、サインさん、奥にいるの、奥に。ね、やっぱ奥にいるんですよね。お、手前に来たぞ。これ気づくだろう。はい、食べて。お、はい、食べた。美味しそうに食べますね。はい、旋回しての、やっぱ食べてくれるとやっぱ嬉しいですね。はい、食べた、いい感じですね。はい、次。はい、どうした。はい、コオロギあげましょう。はい、
はい、大好きみたいですね、やっぱり MC はね。やっぱ乾燥コオロギってやっぱダメなんですね。当たり前なのかもしれないですけど、な1匹でも24円はちょっと、こんなの毎日あげられないですね。ちょっとね、お高いんでね。どうでした？はい、食べましたね。さすがにね、このパロットも、このね、パロットさん、このオレンジのね、まあ、虫は食べないみたい、虫っていうか、ね、コオロギは食べないみたいですね。なんか全然、反応がないですね。社員はね、これはね、大好きと思ってます。これはあれですね、他の魚食べないから、この社員単独になりますね。単独で食べるようになるんで、結構、これはいいかもしれないですね。この社員独占っていう感じ。いよいよ、こちら、最後の一匹になりました。最後の一匹です。はい。社員さん、これ最後の一匹あげるよ。最後ね、これね、あげるよ。はい、最後の一匹です。どうですか？はい、食べた。はい、見事10匹軽く食べましたね。まあおやつ程度って感じですかね。社員どうだった？美味しかったかな。もう生のコオロギ、ね、初ですよ。初めてあげたけど食べましたね、社員。で、ね、うちの社員もね、この左側ちょっとメタレしてる感じありますけどね、まあしょうがないですね、これね。ちょっとね、こっち側ね、根が、はい、ということでね、今回はコオロギをあげてみましたということで終わりたいと思います。社員よかったね、コオロギ食べれてね。じゃあね、バイバイ。バイバイ。バイバイ。では今日は、うちのねアロワナ社員がコオロギ食べるかなでした。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録もまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。はい、今日はライスでーす。ライスはね、今日はね、これはね、衣装ケースの上でちょっとくつろいでますね。ライスくん、いろんなとこにいますよね、ほんとね、猫ってね。探したんですよ、結構ね、ライス。まさかね、こんなね、衣装ケースの上にいるとは思いませんでした。ライス。毛づくろいに夢中ですね。ちょっとこっち向いてください。何かにゃん。ね。毛づくろいに夢中ですね。もう何触られても何でも。はい。全然ですね、夢中ですね。はいはい、今日はライスの日常でした。じゃあね、ライスこっち見て、またね。またね、またねー。